いいよいいよ、布団干したことだから。わーすごーい、すーごい、うわーすげー。おはようございます。おはようございます。トレートピリピのオズです。コメです。3日目の朝です。ついに南牧村に到着しました。南牧といえば日本一高齢化が進んでる町というのを聞いてたので気になるところではあります。魅力はたくさんあるよ。まずこの自然最高じゃない。今私たちがいるのはここ南牧川っていう川なんですけど、はい、めちゃくちゃ綺麗だと思いませんか？どう思います？いやめちゃくちゃ綺麗、本当にね、透き通っててすごい綺麗。南牧のね、役場に友人のご両親がいらっしゃるので、はい、今日は会いに行って南牧の観光をしていきたいと思います。なんか彼は必死に石を探してます。何してんだろう。何してんの。石遊び。石遊び。おーすごい。やったことない。うん、やったことあるけどさ、あんまり得意じゃない。こんな感じ。頑張れ。イメージトレーニング強い。はい、行け。もうやだ。かわいいね。知ってる、 GoPro って言うんだよ。かわいい。めっちゃかわいい。まっすぐ。まっすぐ。こっち？登り？登り。登りです。せーの、ゴー。あれ見てほら、ね、すごいね。石積んで木4本で家支えてるんだよ、あの建物。すごい、あれハートじゃん。すごい。ママが来たら2キロぐらいだな。日本一周してるんです今。まだ3日目なんですけど。大丈夫か。店ないよ。もうこっから店がないよ。コンビニとかも何もないですか。ないよ。いや若いしは私なんかもう70だからね。はい、ねえお父さん、この一輪一輪で山登るの大変だよね。でも大丈夫だよ。でも大丈夫だよ。はい、はい、わかりました。いくよ、せーの、はい、ゴー。ありがとうございます。はい。はい、また歩いてます。基本歩いてます。じゃあまだまだあと 1.6 キロ頑張って歩きましょう。あら、これ2人で乗るやつ。そう、2人で乗ってます。どちらから来たの？高崎。あー、そう、うん、はい、花が綺麗でしょ、今。うん、今すごい綺麗。寄ってく？お茶飲んでる？いいんですか？うん、いいよ。やった。可愛いワンちゃんを連れたおばあちゃん家に今から行きます。今、花ちゃんにご飯。かわいい。はい、お邪魔します。わー、すごい。わ、すごい。ほら、え、めっちゃいい。わ、ちょっと怖い。怖い。あのね、あの向こうでね、人星よく知ってるじゃん。行ったことあるんですよ、人星。あ、そう、こうやって振るやつね。ほら、これがみんな写真。おー、73歳。本当ですか？うん、ここに座んないよ、ちょっと。ありがとうございます。ここでいいですか？お若い。お若かねえよ。いや、若いですよ。こっから階段。入り口ここで。え、すごい。この家好き。何これ、何これ。すごい急な坂。いいよ、いいよ。人を干したとこだから。わ、すごい。すごい。これ作ったんですか？そうそうそう、作った。え？すごい。え、これ一個一個作るんですよね、だって。だからね、これね、一番最初はこのほら、うさぎ年。すげえ。うー、たつみ、うま、羊、猿って。これがうさぎちゃん、かわいいだろう。え、見して見して。一個くれたようだけど、ここくっつけちゃった。これでね、あの、娘は、羊が好きだな。羊はね、うちの旦那様が羊年で77歳。これで私がこのイノシシで、イノシシかわいい、イノシシかわいい、孫もイノシシ、でも全部かわいい、桜、綺麗、このなんだ、傘ね、これはね、浅草の観音さんの仲見世に行ってる、へえ、どうぞ、え、いただいていいんですか、へえ、やったー、かわいい、どんぐり。
どんぐり？あ、本当だ。どんぐりめっちゃいいじゃん。すごい、ここで写真撮りたい。撮って。はい。あ、そっち行って、そっち行って。え、何？わわわ、すごい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 。何それ？え、かわいい。かわいい？あなたどういうのが好き？全部好き。自転車につけるか、じゃあ。いいじゃん。ありがとうございました。また寄りますね。今からお昼に連れて行っていただきます。ありがとうございます。パキスタンのチキンカレー、美味しそう。でこれがビビンバ。バンビいただきます。ビビンバ大好き。ビビンバ、おいしい。ありがとうございます。はい、お世話になりました。ありがとうございました。はい、ということでこれからセミの渓谷だっけ、あのさっき会ったおばあちゃんに教えてもらったんですけど、すごい絶景な場所が滝かな、渓谷って言ってんじゃん、渓谷って言ってんじゃん、渓谷に向かいたいと思います。はい、行きましょう。はい、レッツゴー。やっと着きました、セミの渓谷でね、ちょっとチラッと見えるんだけどね、うおーやーばー、怖い、うわーこれですよ、うわーすげー、うーこれすごいね。やっぱさ、人工物よりもさ、こういうものの方が感動する。すごい、迫力がすごいね、これ。うわーすげー、やっぱ地球最高。はい、ということで旅3日目終了しました。今日はお友達のねお家をお借りして、はい、快適な環境で夜を過ごすことができます。本当に南木の人は面白い。温かい、楽しい。これがね日本一高齢化の進んでる村ですね。南木っていう村を楽しみました。ということで、はい、次の動画もまた見てください。バイ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 、またね。私たち、はい、ついに、はい、札、はい、到着しました。もうそろそろ兄ちゃん行けんじゃないのって、じゃあ行ってみますね。気持ちいい。ソフトクリーム食べない、振り込まなくていいからね。